今日も極寒の世界で希望を与えていこう。一旦底をつきた希望だったが、礼拝や希望を上げる法律のおかげでなんとか盛り返してきたな。希望なしという危機を脱した今、目下の課題はロンドン主義者たちの解散だね。現在のロンドン主義者の人数は58人、コロニーの人口が283人だから、約5人に1人がロンドン主義者ということだな。そう考えるとなかなか多いね。ロンドン主義者を減らすためには不満を下げて希望を上げればいい。希望に関してはまだまだ伸びしろがあるから、ここからが私たちのターンというつもりで頑張ろう。住居宿泊小屋にしたおかげで今のところは寒さを防げているし、不満の方は上昇しそうにないね。暖かければ病人も出にくいし、混雑した医療施設の不満も時期に消えるだろう。そしてここで第2スカウト隊からテスラ支店に到着したと報告があったよ。光が見えて都市機能が生きていると思っていたが、中央のジェネレーターのような施設から、街のあちこちに電撃が降り注いでいたぜ。その電気のせいで街は壊滅状態、街中には黒焦げの遺体がたくさん転がっていたよ。テスラシティはジェネレーターも土器の暴走で滅んでしまったようだ。こんな危険な場所からは、さっさとスカウト隊を離脱させよう。待て、あの電撃装置の電源を落とせば安全に街の探索ができる。危険だがスカウト隊を街に突入させるぜ。危ないよ。いや、スカウト隊は見事やり遂げてくれたぜ。はや、即席味噌汁を作るようなスピードであっさり終わらせてくれたよ。雪原で足腰を鍛えた成果だな。無害化したテスラシティは、キャンプ地にすることで1日1個の蒸気核を入手できるようになるぜ。あの貴重な蒸気核が定期的に手に入るようになるのは大きいね。だが今は唾をつけておくだけに留めておいて、探索を続けよう。新たにドレッドノート上陸地点という場所が出てきたから、第2スカウト隊にはそこに向かってもらうよ。あ、蒸気ハブの研究が終わったみたい。蒸気ハブはジェネレーターの子機みたいなもんだ。設置したらその周囲に、ジェネレーターと同じ温度の熱を放出してくれるぜ。ファンネルがメガ粒子砲を撃つようなものか、微妙に合っているような間違っているような例えだ。FE、次は何を研究するの？はい、次はボールドリルを研究します。ボールドリル？何か採掘するの？調査の結果、この大穴の氷の壁には大量の木材が埋まっていることが分かりました。どうやらここら一帯はかつては森だったようです。それが氷に覆われたのか。なので氷の壁を掘り進めていけば、木材がいくらでも入手できます。ふむ、凍結林はいつかは尽きるだろうから、ボールドリルがあれば木材は安心だな。生産量も多いみたいだから、そのうち製材所をボールドリルに置き換えていきたいね。説教や夜の礼拝といった希望が上がるアクションは、休止期間が過ぎたらすぐに使っていこう。増加量は多くないけど、これが蓄積していってやがて大きな希望となるのだ。クールタイムが終わったらすぐに実行するのを忘れないようにしよう。まあそう思っていても忘れちゃうんですけどね。自慢げに言うな。第2スカウト隊が新たな探索場所に到着したぜ。確かドレッドノート上陸地点という場所だったね。おそらくアメリカ人たちは、このドレッドノートに乗ってここまで来たんだろう。今はもう誰もいないから、スカウト隊にはこの船を解体して使える資源を回収してもらおう。また新しい探索場所が出てきたな。第2スカウト隊にはこのまま東に進んでもらうよ。今日も一日無事に乗り切ることができたね。お、霊夢見てみろ。昨晩計画された夜の行進が始まるぜ。ジェネレーターの前にたくさん人が集まっているね。ちょっと行進を見てみようか。十字架を持った守り手が先頭に立って、住民を先導しているよ。大勢の住民がついていってるが、みんなここにいるってことは、これ夜間に指示を出した建設が止まるな。そう言われればそうか。建設指示をいっぱい出しているときは、夜の行進は控えた方がいいかもな。まあでも、肝心なのは不満を下げてくれることだから。その不満だが、完全になくなっていたぜ。おお、これが夜の行進の力か。まあ私なら、夜中の寒々とした時間に進行に加われとか言われたら不満がたまるがな。そんな不審者がいないということは進行がこの街に根付いている証拠だね。しかし、行進が終わった後に事件が起きたぜ。ロンドン主義者がまた新しい落書きをしやがった。ロンドンに帰ることを促すだけではなく、霊夢のリーダーシップのなさをバカにする落書きもあったぞ。この街をバカにするのはいいが私をバカにするのは許せん。おい、普通逆だろ。犯人はわからないし、聖職者を送って人々を安心させておくぜ。ロンドン主義者め、今に見ておれ。霊夢、大変だ。どうしたのさ？落書き騒動で住民を落ち着かせるために派遣した聖職者が、ロンドン主義者から暴行を受けたぜ。
ロンドン主義者たちはついに直接手を出すようになったか。ここは信仰の守り手に助けを求めよう。そうだね。みんなの希望を守るため、信仰の守り手に通りを警備してもらうよ。ロンドン主義者がこのまま増長するようなら、私たちもさらに一歩進んだ対抗策を講じないとダメだな。霊夢、第一スカウト隊が帰還してくれたぜ。洞窟にいた子供たちはみんな無事みたいだね。しかし一気に子供が増えたな。さすがに全員分のチャイルドシェルターを用意するのは難しいか。チャイルドシェルターは無理でも住居は作ってあげよう。おう、そうだな。追加で家を建てたから、みんな暖かい家の中に入ることができたよ。そしてここで前々から考えていた虎の子の法律を制定しよう。ほう、一体なんだ？適応の法律の中にある、義士見習いという法律だよ。これはチャイルドシェルターにいる子供に、研究の手伝いをさせられるようになる法律だよ。シェルターにいるいない関係なく子供全員が手伝うようになればいいのに。まあさすがにそれは協力すぎるからね。じゃあ署名をするよ。これでただ子供を収容しておくだけだったチャイルドシェルターが生産性を持つようになったな。学校にレイズキと文学が戻ってくる日を楽しみにしている。いいね、我々はこの街での日々の生活をエンジニアに依存している。この法律は住民たちからも好評のようだな。ところでマリサ、第2スカウト隊が新しい探索場所に到着したみたいだよ。お、そうか。それじゃ次の指示を出さないとな。第2スカウト隊は氷の通り道を抜けて、新しいドレッドノートを発見したよ。こっちのドレッドノートは、目的地にたどり着く前に座礁したようだな。このドレッドノートはほとんど手つかずで、これを解体するためのキャンプ地を築けば、コロニーに鉄を定期的に供給できるよ。うむ、わかった。ならばこの場所もキャンプ地候補に入れておこう。そして東側はまだ探索地点が続くから、第1スカウト隊も応援に向かわせるよ。第2スカウト隊は横転した雪上車に行ってもらい、第1スカウト隊を研究所に派遣するぜ。コロニーでは引き続き宗教施設から行えるアクションを実行していくよ。そうしないと希望が全然上がっていかないからな。あ、マリサ。信仰の守り手から報告があったよ。一体なんだ？誰かが違法に隠し持っていた食料を信仰の守り手が見つけてくれたみたい。この食料はこちらで摂取できるみたいだが、貧しい人々に分配することも可能なようだ。分配すると希望が上がるみたいだからそっちを選ぼうか。よし、それじゃあこの食料はお腹を空かせている人たちに配ってくれ。こういう少しずつの積み重ねで希望を高めていこう。キャプテン。エフィー、どうしたの？漁村、テスらしき、ドレッドノートと相次いでキャンプ可能な場所が見つかったと聞きます。なので次は前哨基地の研究を進めていきます。前哨基地があれば、キャンプが可能な土地に資源回収チームを派遣することができます。彼らはその土地にある資源をコロニーに毎日送ってくれるわけだね。よし、わかった。早速研究を進めてくれ。さて、これでテスラシケから蒸気核を回収するめどが立ったね。蒸気核がたくさんあれば、高度な施設も数多く作れる。今後のコロニーの発展に期待だな。第2スカウト隊が破損した雪上車に到着したよ。どうやら事故が起きて放置されたようだな。ここにはあまり見るべきものはないね。スカウトたちには残骸から使える鉄を回収してもらおう。そしてこの先には物資補給基地という場所があるみたい。いかにも資源がたくさんありそうな場所だね。まあもう放棄されているだろうから、過度な期待は禁物だがな。とにかく第2スカウト隊に行ってもらおう。その後、何事もなく到着したよ。ここには大量の木材と、いくらかの生食材が残されていたぜ。この世界じゃ冷凍庫がなくても食材の鮮度が保たれるから、放棄されていても安心して食べられるね。そして新たに2カ所の探索ポイントを発見したぜ。東側探索場所多くない？アメリカ人たちは開拓熱心だったようだな。アメリカ人にはフロンティアスピリッツが宿っとるけいのう。まあその情熱があっても極寒にはかなわなかったみたいだがな。ウィンターホームやテスラ式の後を追わないように、私たちは彼らの失敗から学ばないとね。霊夢、朗報だぜ。どうしたの？落書き騒動が終結した。信仰で強い心を持った住民たちがロンドン主義者の落書きの前にキャンドルを備え、哀れなロンドン主義者のために祈りを捧げるようになったぜ。信仰の影響力が徐々に広がっているようで何よりだ。ここからさらに布教活動に力を入れよう。第2スカウト隊が石の船という場所に到着したよ。
しかしここには何もないし、この先にも目立ったものは存在しなかったぜ。ここが東側の終わりかな。この先にも大地が広がっているが、目印がないとスカウトも道に迷うだろう。だからこの辺りでまだ未探索の場所を訪問してもらおう。近くにあるのは、放棄された製材所って場所だね。名前からして、多分木材が手に入るんだろうな。15日目になって、再び寒波が到来したよ。気温が再びマイナス40度に低下したな。だけど宿泊小屋がスタンダードな住居となった今、この程度の気温低下は脅威ではないよ。住居はどこも肌寒い程度で持ちこたえているな。だけど、私たちはさらに一歩踏み込んだ寒さ対策を行うよ。それが蒸気ハブの設置だぜ。これがあれば、ジェネレーターから離れた場所にある住居も温めることができるよ。エフィーたち研究班が用意してくれたんだ。有効活用させてもらうぜ。まずはここに一つ。さらにもう一箇所蒸気ハブを建設して、居住区全体に熱を届けてやるぜ。蒸気ハブが完成したから、建物の温度を確認してみるよ。おお、宿泊小屋が過ごしやすくなったぜ。これで寒さによる体調不良を訴える住民は激減するはず。医療施設の過密状態も緩和されるから、不満も増えにくくなるだろうな。だけど蒸気ハブは石炭を消費するから、今後はより石炭の生産力を強化しないとね。ふう、行き着く暇がないな。あ、全焼基地の研究が終わったみたい。これで外から資源を回収できるようになるな。早速建設してみるよ。うお、むちゃくちゃでかい。どうやらこれは、大穴の上に上がるためのエレベーターのような施設みたいだね。崖がいい感じになっている場所にしか建設できないみたいだ。建設できる場所は2箇所しかないようだな。まあとにかく、建設できるだけの資材はあるんだからさっさと作っちゃおう。道も忘れずに伸ばしておくぜ。建設を待つ間、礼拝を行って希望をあげるよ。豆に説教と礼拝をしているが、まだまだって感じだな。現在のロンドン主義者の数は69人。これを残り8日と13時間でゼロにしないといけないけど大丈夫かな。期限が過ぎてもロンドン主義者がいたら、彼らは死の旅路に赴くことになる。無謀な旅をさせないためにも、ロンドン主義者は必ず解散させないとな。霊夢、住民たちからの要求だぜ。まだ寒い家があるから温めてほしいんだとよ。待っていたよ。この時をよう。一度は希望を沸騰させた暖房問題だけど、今回はちゃんと詳細を用意しているよ。ジェネレーターの真ん前にあるテント。これはもう一度暖房の改善要求が来た時のためにあえて残しておいたんだよ。テントを宿泊小屋に建て替えることで、住居の温度が過ごしやすい状態まで上昇する。少ない量で、住民たちの要求に応えられるというわけさ。これでいくらか希望を上げることができるな。そして第2スカウト隊が製材所に到着したみたいだね。やっぱり名前の通り、ここには大量の木材があったぜ。新しい探索場所は出てこないね。研究所には第1スカウト隊が向かっているし、第2スカウト隊は一旦コロニーに戻ってきてもらおう。長い遠征で確保できた大量の資源があれば、一気にコロニーが発展するだろう。霊夢、全焼基地が完成したぞ。よし、それじゃあ早速全焼チームを編成するよ。全焼チームを編成するためには木材40個、鉄20個、労働者10人が必要みたいだな。このくらいのコストなら軽いものさ。全焼チームの編成が完了。あとは目的地を設定するだけだ。ウィンターホーム、漁村、テスラシティ、氷で覆われたドレッドノートが派遣可能な場所だけど、目標は当然テスラシティ。ここから蒸気核を回収して、コロニーに上位の施設をどんどん建設していくぜ。エフィーたち研究班にも、蒸気核を使った施設の研究をどんどん進めるように伝えておくよ。新しい法律を制定できるようになったね。ロンドン主義者を減らすための次なる法律を制定しよう。というわけで選ばれたのは、あやたかでした。違います。次の法律に選ばれたのは礼拝堂だぜ。礼拝堂は希望を増加させて不満を減少させる建物だ。さらに街中にあるだけで時折ロンドン主義者を改心させることができる。極めつけは典礼という行事が執り行えることだ。これは説教や礼拝よりも多く希望を増やしてくれるぜ。いいことずくめの法律じゃないか。早速布告をするよ。今後は礼拝堂を軸にしてロンドン主義者を解散させていこう。それを建てよう。不審心者に見せてくれるだろう。全員のニーズを考慮しなければならない。信仰深い人だけではなく。お、なんやトーマス、お前無神論者か？やめんか。信仰は個人の自由だ。まあいいや。
とにかく今は礼拝堂を建設しよう。ここに建設指示を出しておくね。今晩中に完成してくれるとありがたいな。ロンドン主義者の解散は時間との勝負だからね。よし、礼拝堂が完成したことで希望が大幅に増加したぜ。一度にこれほどの上げ幅なんて見たことないよ。そして早速典礼を行うぜ。典礼には希望を上げるほか、ロンドン主義者を改心させる効果もあるのか。さっきの典礼でロンドン主義者が一人改心したぜ。一人だけなのか。もっと10人くらいごっそり抜けるのをイメージしていたのに。ひょっとしたら希望が低かったから効果も薄かったのかもしれないな。希望が高ければそれだけ改心するロンドン主義者が多いってこと？まあこれはやってみないとわからないがな。それよりも、希望が上昇したおかげでロンドン主義者の増加に歯止めがかかったことが大きいな。おお、本当だ。ここからさらに希望を上げれば、ロンドンに帰ることを思いとどまる人たちも増えてくるだろう。大変だ。うん、なんだ？あ、キャプテン、食料が盗まれました。なんだって？ロンドン主義者たちが旅支度のために食料を盗んだに違いありません。食料くらい自分たちで何とかしろと言いたい。慌てるな。犯人はまだ近くにいるはずだ。信仰の守り手たちに犯人探しをしてもらおう。このコロニーで盗みなんて、この私が許さないよ。お、霊夢。守り手たちが食料を取り戻してくれたぜ。ほ、それはよかった。しかし犯人には逃げられたようだ。希望が上がってきたけど、ロンドン主義者も活動が活発になってきたね。落書きの次は盗難だからな。いよいよ許せなくなってきたぜ。ロンドン主義者との対立が激化する中、今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。